ンポンカネヤンチャンネル Here we go。 どうもカネヤンです。昨日のカネジャム最後の雨だったんですけれども、見ていただけたでしょうか。まだ見れてないぞという方はよかったらぜひね、この動画が終わったらすぐに GO してくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。さて今日は6月30日、6月最終日ということで、6月1日に始まりましたカネヤンチャンネル。あっという間に1ヶ月が経ちました。本当にいつもありがとうございます。はい、今日はダブルで行ってみました。始めた当初はですね、30日間連続投稿っていうことを目標に皆さんにも宣言させていただいてたんですけれども、途中でねちょっと体調を崩してしまったっていうことと、まあそれから来る声の状態っていうのがちょっと良くなかったので、お休みをいただくっていう形にはなってしまったんですけれども、皆様の励ましのコメントやね応援のメッセージたくさんいただきまして、おかげさまで動画更新を再開することができました。で、6月はお休みのお知らせっていう動画と今日の動画っていうのを除きまして、1ヶ月で24本合ってるかな、24本の歌の動画制作して更新することができました。本当にありがとうございます。7月以降ももちろん動画の更新続けていきます。続けていくんですが、7月以降は一旦ですね、毎日更新という形は取らずに、自分にとっても見ていただく皆さんにとってもより楽しめるカネヤンチャンネルになればいいなということで、少し形を変えつつ、その中でたくさん更新していけたらいいなという感じでやらせていただきたいと思っております。まずね、月金で週2回更新していたカネジャム、こちらをですね、日曜日週に1回のお楽しみコンテンツという風にやってみようかと思います。それ以外の曜日にカネジャム以外の別の企画動画っていうものもやっていけたらいいなという風に思ってます。コメントでいただいているリクエスト曲っていうものをカメラを回しながら耳コピして歌うところまでやってみるっていう即興耳コピ企画みたいなものであったりとか、最近ねやっぱキーが高いっていう曲も多いので、カラオケで何個下げるとちょうどよくこんな感じで歌えますよっていう、カラオケキーチェンジのすすめみたいな企画であったりとか、あとはカネジャムほど掘り下げて解説していくってほどではなく、歌詞の内容だったりメロディーとかアレンジっていうのを、あ、この曲ってこんな風にできてるんだねっていうものをライトに解説してお届けしていく、プチジャム的な、プチジャム、プチカネジャム、ね、プチジャム的な企画っていうのもちょっと考えていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで、6月1日から1ヶ月間カネヤンチャンネルをたくさんの方に見ていただいたという中で、応援メッセージはねもちろんなんですけれども、たくさんね感想とかご意見いただきました。皆さん本当にありがとうございます。その上でこれからねさらに皆さんに楽しんでいただけるようなカネヤンチャンネルにしていきたいなと思っておりますので、僕もねこれからもっともっと試行錯誤しながらいろんな企画をやっていこうかなと思ってるんですけれども、まだまだ未熟者ですので、皆さんの力をお借りしたいということで、リクエストだったりこういう企画どうとか、このアーティスト特集してほしいとか、よかったらねコメントにガンガン書き込んでいただけたら参考になりますし、僕自身もねもっと成長していけるかなと思っておりますので、よかったらこれからもねカネヤンチャンネルを応援していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、明日から7月です。もうちょっとね、梅雨は続くと思うんですけれども、まあ、これからね、どんどん暑くなってきて夏も本番です。夏の暑さに負けないように、カネヤンチャンネルもどん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 ね、パワーアップして動画をお届けしていこうかなと思っておりますので、これからも楽しみに動画の更新を待っていてください。それでは、またお会いしましょう。カネヤンでした。バイバーイ。